いろんな人にこういう話をしてたりすると、あと自分の話を聞いてもらうと、又吉君北の国から好きだと思うよとか、見た、あんまり見れてなくて、いろんな人に絶対好きだよみたいな、とか僕が自分のエピソード喋ったら、それ北の国からであったよとか言われることがあるんですよ。まあもちろんあんなげも不朽の名作ですから、いろんな人がこれは自分のことだと思うような瞬間がある作品じゃないですか。なんですけど見れなくて、で僕の姉はめっちゃ好きなんですよ。で僕の親戚もめっちゃ好きで、みんなその時間再放送で見たりしてたんです、子供の頃。でもある日あんまり予備知識がない時にスペシャルかなんかの見た時のワンシーンが、なんか誕生日かクリスマスに、あの方が、田中邦衛さんが子供にプレゼント買ってくるんですよ。吉岡さんですかね。吉岡さん、はい、はい、それがジュンでしたっけ。はい、ジュンが欲しがってたものを事前に聞いたかなんかで買ってきたんですよ。そしたらジュンは喜ぶんですけど、それを見て、え、これじゃないって言うんですよ。もっと大きいやつだよみたいな、ちっちゃいやつを買ってきちゃってたんですよ。ほんなら田中邦衛さんがそれを取り上げてドア開けて捨てるんですよ。それ見た時に、あ、もうこれ見られへん、なんか刺さりすぎて、あかんって喜ばな、それが違うっていうのは寝た後やて、みんながそのポイントで言ったらあかん、絶対プレゼントっていうのはもらう方のイベントじゃなくて、もらう方とあげる方のイベントやから、詳しい人に言ったらそれがどの回か分かると思うんで、それは僕、あ、それはじゃあお前が小6の時なのか、ちょっとあやふやなんですけど記憶が。だから2回ぐらいそういうのがあって、2回とも刺さりすぎて、おばあちゃん家で親戚みんなが楽しみにしてて、うわ時間やって言って姉ちゃんとかも含めて見てて、僕一番まあ小さかったんで見てる時に、あ、すっごい刺さるっていうのがあってやめといて、でそのあとちょっと大きくなって見た時にそのエピソードがあって、あ、これはちょっとまだ俺には早いなっていうのがあったんですよね。これはもう自分の鎧とかをこう突き破ってグーってこう来るやつやと思って、多分めっちゃ今見たらハマると思います。ある程度これは物語だ、で物語はそういう役目もあるじゃないですか、人の心をちゃんと動かしてとか、ちゃんと適切に傷つけて、このエピソードが持ってる傷つくポイントをで見てる側を傷つかせることで何か気づきになったり、いろんな落とし穴みたいなものを教えてくれるっていう役割もあると思うから、絶対になければならない物語なはずなんですけど、僕はその時は多分もう神経が多分思春期だったんで見れなかったんでしょうね。散髪してきた友達の顔見れない時期やったから見れないです、そりゃ。 あれはだから結構今どうやって見ようか、見るなら今なんですよ。ああ、そうですね。大不安になる自信あって、誰よりも楽しめるんじゃないかなっていう思ってるんですけどね。でもこれは一人で見ます。100の3、最近見てると誰かが踊ってる CM がすごい多いんですよ。かわいいなと思ったり、かっこいいなと思ったり、あと本当プロのダンサーさんが踊ってたらすげえ、わすごいってなるんですけど、でもね、
もう半分ぐらい誰かが踊ってるんですCM って今 CM って踊ってる CM と踊ってない CM の2種類なんですよ今そうなんですか。今そうなってるんですよ僕がテレビ見てる限り。それはいいんですけど、やっぱ僕踊るのが苦手っていう意識がすごい強いんですね。そしたら小学校でもなんか踊る授業ができたとかってなってくると、なんか踊りがどんどん日本人のこの日常に入ってきてる感じがして、そうですよ、怖いですなんか踊れない、踊るの恥ずかしいっていうとこ、それって踊るの恥ずかしいです、あ、踊るの恥ずかしいですよねは分かんないですよ。僕の体感で実際に調べたわけじゃないですけど、100人日本人ランダムに日本人100人に聞いたら、踊るの恥ずかしいですよね、恥ずかしいよ、僕 70% ぐらいおったと思うんですよ、10年ぐらい前は。一部のクラブで踊る人とかダンサーとかプロのね とか、うん、っていうかっこよく踊れる人が自信持って踊れるのが 30% ぐらいだと思うんですけど、今それが 50% ぐらいになってると思うんですよ。だって CM で半分ぐらい踊ってるんで、まあ一個の指標にはなるかもわかんないですけどね。ってことは全部ずれ込んでいくんですよ。今日挙げたこれは10年前とか今なら、100人に聞いたら10人分かるって言ってました、これは5人です、これは30人でしたみたいなやつが、ダンス踊るのはずい 70% 30% の世界から 50% 50% になったら、全部ここに挙げたやつは軒並み下がっていきますよだって踊れたら大概のこと乗り越えられますもん。はい、はい、だから僕はなんか自然に体が動くとか踊るとかって本当は多分好きなんですよ。一人で家にいる時ちょっと体動かしてみたりとかするんですけど、人前で踊るの嫌なんですよ。よっぽど仲いいやつの前で踊れると思うんですよ。ってことは踊れる人がそんだけ増えるってことは、もう世界から恥ずかしいことがどんどんなくなっていくっていうことなんです。後半戦だから気をつけた方がいいと思う。いよいよ来るぞって僕は思ってます。あ、こんだけ踊ってるってことは、あ、もう恥ずかしいことなんてない時代が来んねんな。だからまあ繊細であることを認めましょうっていう流れになるのはいいことなんですけど、まあ、それと、うん、ぶつかるんじゃないかな、ダンスが広がっていくことは。ぶつからないです。ぶつからないですね。ぶつからないです。なんか考えてみたんですけど全然ぶつからないです。なぜなら、あの繊細なダンサーもいるし、そうですね、あの授業でダンスするの嫌やなと思ってる子もいるやろうし、あのいろいろです。ぶつからないです気づきがありましたね。気づきがありました。そういう意味でもちょっとでは残していきましょうね。一応残しておきましょうか、はい、あ、これはちょっと言うの難しいんですけど、言ってみましょう。なんか今の嬉しかったんじゃないとか、嬉しかったでしょうって、はい、なんか自分が言ってないのに誰かに気持ちをこう断定されるのがすごくしんどいんです。いや、嬉しかったかもしれないし、何やろ、悲しい時とかも悲しいんじゃないとか、悲しいでしょうって言われちゃうと、なんか悲しいってすごく単純な言葉やし、嬉しいってすごい単純な言葉であって、その中にはいろんな感情が混ざってるから、今自分が見て今自分が
何か感じようとしてることってこの辺にあるんですよ、あるんですけど、あってこれ何なんだろうって自分は思ってるんです。でそれをちゃんと掴みたいと思ってるんです。これ言語化できひんこの感覚なんやろ、俺嬉しいんかな、嬉しいような気もするけど恥ずかしさもあるし、でもなんで嬉しいんだろうとか、でもなんでちょっと後ろめたさがあんのかな、なんでやろうっていう複雑な感情を自分で掴もうとしてるときに、今の嬉しいんじゃないって言われたらなんか全部消えちゃって、めちゃくちゃ単純な言葉でドンって吸収される気がして、なんか自分の感情とかあったはずのものが消されてしまうんですよ。それがなんかねもうめっちゃしんどいです。頼むからやめてくれ、もう何も言わんといてくれってなるんですよ、まあ、結構僕も本当にバッと壁作ってしまうのって結構そういう時なんです。例えばなんか取材を受けてて5つのカレーを食べました、マテウさんこの中でどれですか好きなのって質問されるとするじゃないですか。僕その時って僕が思ってんのってそれぞれ違うアプローチで作られたカレーであるならそれぞれ美味しいから、夏はこれがうまいかもしれんし、冬はこれかもしれんし、体を動かした後はこれかもしれんしとか、シチュエーションによって変わるとか、だからそれぞれがまず美味しいから、僕ジャッジするのがそんな好きじゃないんですよ。誰かが作ったものが5個並んでる中でこの中のどれが一番好きって何様やねんってやっぱ自分で思ってしまうんですよ。で思った上で言わないといけない時あるじゃないですか。そういう時ってやっぱちゃんと自分の言葉で話したいんですよ。うわ迷いますね、全部いいですけどみたいな、今日のこの季節だとこれですかねって言った時に、なんかあ、又吉さんはこのカレーが一番好きなんですねって引き取られたら全然ちゃうってと思うんですよ。もう勝手に決めんといてくれと思ったらもうなんか喋れなくなるんですよ、もうその人とちゃうからっていう、もうちゃ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 うってなって、いやってなるんですよ。これが一番僕の持ってる中でややこしい部分かもしれないですね。それがなんかどっかで前言った要約したりとか簡単に言うととかっていうのが結構苦手というか、それふざけて言ってる分にはいいんですけど、本気で言ってるならちゃうんかなっていう。あなたの趣味は何ですかっていう問題があったとして、このスペースがあったとして、このスペースを有効に使ってどっかの少年が迷路を書くとするじゃないですか、スタートかゴール。でそれってユニークじゃないですか。あ、これこの枠使って迷路書いて、こいつの趣味迷路なんや、なるほどなじゃないですか。それを誰かが、いやこれ言葉で書くあのテストやからっつって消しゴムで消して漢字で迷路って書いちゃダメじゃないですか、みたいなことなんですよ。一緒やけど全然一緒じゃないねんけどっていう、勝手なことせんといてくれるって思って、結構問題になってますよね最近。テレビで誰かが話した話とかどっかで話した一部が切り取られて違う意味になってしまってるみたいな、それももしかしたらそれに近いんですかね。だからなんかこうゲラチェックみたいなあるのとないのがあるんですけど、なんか又吉直樹が何々をぶち上げたみたいな、俺ぶち上げへんしな、そのぶち上げるっていう表現だけちょっと変えてもらっていいですかとか、又吉がぶち上げたって、なんか僕がぶち上げますよっつってぶち上げたみたいじゃないですか。僕は何かを発表しただけなんで、発表したいっていう気持ちで発表しただけやから、ぶち上げるってなるとちょっとちゃうかもしれないですねってなるんですけど、細かいんやろうなとか、それもね必要ですからね。僕も分かりやすく自分のことを暗いって言ってしまってた時期もあるし、パッパと進めていきたい時もあるから分かるけど、その辺が結構難しくて、いろいろ気にしすぎる人がなんか結構
立ち止まるポイントかもしれんなと思って、俺そういうニュアンスじゃなかったんやけどなみたいな。だから僕はゲラチェックとか怖くてなかなか見れないんですよ。であの時の取材のゲラが上がってきましたってなってもなんか見れないんですよすぐに。でも見なあかんなと思って、そういうのがあったら直さなあかんから、で直すポイントがあったら傷つくんですよ一個一個、うわぶち上げたって書いてるとか、なんかそのあ俺この表現とか、めっちゃ修正していくとライターさんに失礼かなとか思うと大変なんですよね。打ち上げたが始まる多分そのゲラは結構、ね、そうなんですよ、はい、豪語したとか、俺豪語せえへんからと、豪語したの使い方も僕が頼りないことを言ってるのに豪語したってあえてつけてたりしたら面白いじゃないですか。例えばゾンビの世界に自分が入ったら一番最初に噛まれるはずだと又吉は豪語したやったらなんかいいじゃないですか。でも普通の文脈で豪語したやと豪語してないねんけどなっていう。高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。